My name is Eriko Kobayashi of Japan Nature Journal Club. こんにちは。日本ネイチャージャーナルクラブの主催をしています、小林英子です。私にとってネイチャージャーナルとは、一言で言うと、人生の幅を豊かに広げてくれるものです。私は長く絵を描いてきて、こうスケッチも描いてきたんですけれども、絵を描いているとき、どうしてもこう自分の見たいものを見たいようにしか見ないというふうに偏りがちでした。ネイチャージャーナルをしたのは15年前のことなんですけれども、子供を持ったことをきっかけに3年前に日本でネイチャージャーナルクラブを立ち上げました。子育てをする中でこうネイチャージャーナルの奥深さに改めて気づいたからです。でまさかこの自分がねコミュニティを作ったりするなんていうことはもう自分でもびっくりで、自分の人生の中でありえないようなことでした。私にとってこう人の前に立つっていうのはもう一番苦手で避けたいことだったんですね。でもそんなこう苦手意識を吹き飛ばすくらいの魅力がこのネイチャージャーナルにはあったということなんです。でその結果素敵な友達に恵まれました。でそしてこれ自分が今までやってきたこと、あと出会った人たちがまたここでつながったりして、こうこれまでの人生というのは全然無駄じゃなかったな、無駄なことはなかったなとこう感じさせてくれるものになっています。つながった人たちからたくさんの刺激を受けて、こう常に何か学んでいるという状態というのはとてもこう人生を楽しく豊かにしてくれるものだなというふうに感じます。今このようなこう世界が全体がね混沌としたような状況になっても心に安定感を与えてくれる、そういうものになっていると思います。この手法を生み出してくれたクレアウォーカーレスイーさん、こうして世界の仲間とつながれる素晴らしいイベントを立ち上げてくれたメサマートさんに感謝いたします。この1週間ご一緒するのを楽しみにしています。とにかくネイチャージャーナリング楽しいです。 OK, thank you for this opportunity with us.Happy nature, bye bye.